はい、速稼塾のことです。J ネットからメールが来ました。今日もね、給付金とか、それから保証金とか、さまざまな支給案が検討されていますけども、決定項だけ今日はお伝えしようかと思います。じゃあ画面を切り替えてメールの方を見てみましょうね。まずはものづくり補助金に低感染リスク型ビジネス枠というのがあります。これ急遽つきましたよね。まあ、ですので、今までのものづくり補助金にプラスしてですね、まあ、感染リスクを低めるためのビジネスってものを構築した方に補助金が出ますよって方ですね。補助率も結構高いみたいですよね。下の方グッといきましょうか。で、一番上、この3つのニュースのうちのね、一番上が今回お話したニュースなんですけども、主に事業者の方にこれ関係があることですよね。で、2つ目なんですけども、これこの前菅総理に面談して提言をした部分が採用されたということでございます。国会でもね、かなり田村厚生労働大臣が追及されてましたけども、休業支宅金、支援金、給付金、大企業の非正規雇用労働者にも適用ということで厚生労働省でございます。今日はここを見てみますね。クリックしてみます。はい、これですね、休業支援金、給付金、大企業の非正規雇用労働者にもってことで、これ今までね、認められてなかったんですよね。で、とりあえずなんですけども、今年の1月8日から実施された、このね、新型コロナ緊急事態宣言の影響を受ける企業の支援を拡充するというふうなことでございます。これまで対象外だった大企業に、まあ、日々雇用のシフト制で働いている方に休業手当がつけれるということでございますね。受給開始は2月中旬を予定しているので、もうちょっとですね、これね。で、申請方法はまだ、発表されてないみたいなんで、1週間以内に出ると思います。ちょっとここまで見ていてね、俺には関係ねえよっていう方がいると思いますけども、でもね、自分に関係なくても、これによって救われる人が出てくるわけなんですよ。そしてその流れっていうのは、まだ救われてない人がね、じゃあ今度はこっちでお願いしますっていうふうなやり方にも変わってくると思うんですよ。で、いずれにしても、こういうふうな給付案っていうのは、全員一律にっていうことではなくて、順番になんですよね。まあですんで、向こうが出たからこっちは出ないっていうふうに不平不満を鳴らすんではなくて、じゃあ次は誰の番かなっていうふうな形で、やっぱね、支援要求活動っていうのを続けていけばいいんじゃないかなと思います。今回も結局、立憲民主党の議員さんを動かしたその結果、面談が実現して、その後でこの休業支援金、給付金の大企業案っていうのが成立したってことになりますから、やっぱり物事は順序なんですよね。逆に言うと、もっともっと早く動いてれば、もっともっと早く解決した部分ではないかなと思うんですよ。まあ、ですんでね、自分の立場では物を言う、そんなことはできないっていうふうに自分で蓋をするんじゃなくて、いや本当にね、私こう言ったら言い過ぎかもしれませんけども、与党も野党も大したことないですよ、ね、私たちの声が一番強いんですよ。で、遠慮して言わないから言う人の通りになるわけですよ、ね、経団連、大企業、こういった方は遠慮なく政府に提言しますよ。だから通っちゃうんですよ。じゃあ私たち一般労働者がね、一般国民がなんで遠慮して声を上げないんですかってことですよ。ちょっとしたインターネットの掲示板に書いたり、ツイッターでね、なんかリツイートしたぐらいじゃ全く効果ないですよ。ね。経団連の人がツイッターのリツイートで何か要求通してます？違うんですよね。うん。やっぱり会って話してるんですよ。そういった古めかしいことをやってるんですよ。未だに。それが一番効果があるんですよね。じゃあ私たちも、インターネットを使って何かやるっていうのも一つの方法ですけども、実際に会って話してみたらいいんじゃないですかね。私は自民党なり公明党なり、その他の与党野党問わず議員さんにお会いしてきちんとお話しすることをこれからも続けていきます。それが最も効果が高いと言えるからなんですよ。まあ、ちなみにこのね、大企業の非正規雇用にも保証をつけてくれとか給付金を出してくれっていうのは私の要求でもあったんですよ。だから私としては自分の挙げていた要求のうちの一部が今回も叶ったなと思うんですよね。まあ、いずれにしても順番ですね。私が今までずっと思っていたことが一つずつ叶っていると私は思います。ただ自分のことだけを考えてしまうと自分のことだけ叶ってないから何も言うこと聞いてくれないっていうふうになっちゃうかもしれませんね、うん、だからやっぱりね、届けるべきところに届けていかないと声はかき消されてしまうんですよね。今回私そういうことを痛感しましたね。はい、ということでね、ぐだぐだと話しましたけども、私から見るに、一番強く声を上げた人の声は実現してるかなと思います。まあ、ですので次は
皆さんの番ですよ、あなたの番ですよ。自分の声がまだ届いてないなと思ったら、やっぱり届くべきところに届けていかないと。それこそね、地域に必ず自民党の事務所なり公明党さんの会員さんっていらっしゃいます。創価学会の方もいらっしゃいます。でそういう方に政権与党に対して訴えかけてくれとずっと言い続けること、その場を設けて30分でも1時間でも自分の思いを伝えていくこと、これが政策に反映されるんですよ。そんなわけないだろうって思わないでくださいよ。他に打つ手がないんですよ、私たちは。だから残された手段を放棄しないようにしていった方がいいんじゃないかなと思いました。それではこれからもよろしくお願いします。